ここは宮崎県延岡市。日本の神話、海幸彦と山幸彦で知られるニニギの御事と木の花咲夜姫の息子、法衣の御事が産湯に浸かったとされる法衣川渓谷。この渓谷から歩いて15分ほどの獣道のような急斜面を上がると神山山として地元の人々にも長い間守られてきた場所にたどり着きました。地元の神社が昭和30年までここに社があって、下に引っ越してからは誰もここを祀ることなく森と化してたんですね。いや、これは元に戻さないといけないということで、5、6年かかって草を引いたり木を切ったりして元に戻したんですね。もう昔から神山山と言われて、もう地元の人たちがお百度参りをしたりとか、子供が欲しい人がここにお願いに上がったりとか、やっぱり地元と密接な関係があったっていう話を聞いて、あ、やっぱりこれ誰かがやって守っていかなくちゃいけないなと思ってですね。私たちがすがるのはどうしても心の神様ですから、だから山に入る時も神様は山に入りますのでとか言ったりして、手を合わせると本当に自分の心にもこう嘘がつけないような、もうここの岩の上に座って一人でこの前の岩、それこそ神様とお話しするっていう、そんな雰囲気にここではなってくるんですね。神様の存在を感じるこの場所で、自然の中に自分の身を委ねてみること、彼女の笑顔がそのことの大切さを物語ります。次に訪れたのはニニギの御事が眠ると伝えられる御寮母三光地。ここはもともとですね、天皇家の先祖の終焉の地ということで、この地を非常にこう聖地としてですね、敬虔なものを持っているというふうに感じてます。ニニギの御事は日本にその稲作の文化をもたらした人だと、だから稲作の神様でもあると。メズホの国、つまり水稲の国ですよね。その一番最初の神様ということでは、非常にこう誇りに思えるんではないかなと思います。神話の誇りっていうのはやはりその今の地名と深く関わりがあるんではないかなと思います。その土地を離れては語れないんじゃないかと。神話の中にはですね、実体とかけ離れたことを架空に作り上げるということはなかったんではないかと、だから何らかのですね、そういう動きがあって、それを語り伝えてきたんだろうと思うんですね。瑞穂の国、日本の豊かさは小玉さんの穏やかなお話と相まって、私の心にストンと落ちていきます。神様の伝説が数多く残る延岡、ここに美しき日本があります。